はじめの態度は、どこまでもお続けになる朝顔の女王の普通の方でない点が、珍重すべき、面白いことにも思われてならない源氏であった。世間はもうその噂をして、源氏のおとどは、先の参院にご熱心でいられるから、女子の宮へ、ご親切もお尽くしになるのだろう。結婚されて、似合いの縁というものであろう、とも言うのが、紫夫人の耳にも伝わってきた。当座はそんなことがあっても、自分へ、源氏は話して聞かせるはずであると思っていたが、それ以来、気をつけてみると、源氏の様子はそわそわとして、何かに心の奪われていることがよくわかるのであった。こんなに真面目に打ち込んで、結婚まで思う恋を、自分には、ただ気まぐれですることのように、夫は言っていた。同じ女王ではあっても、世間から重んぜられることは、自分と比較にならない人である。その人に、夫の愛が移ってしまったなら、自分は惨めであろうと、夫人は嘆かれた。さすがに、第一の夫人として、源氏の愛をほとんど一身に集めてきた人であったから、今になって、心の満たされない取り扱いを受けることは、外へ対しても、耐え難いことであると、夫人は思うのである。